ペーテリス・バスクスはラトビアの作曲家。日本ではペトリス・バスクスとも表記される。1946年、ラトビア・アイズプテのバプテスト教会の牧師の家に生まれた。コントラバス奏者として訓練を積み、ラトビアのいくつかのオーケストラで演奏した。その後作曲を学ぶことを志したが、ソビエトがバプテスト教会に対して、 弾圧制作をとっていたため、ラトビアの音楽大学に入ることができず、リンゴクリトアニアのビリニュースの国立音楽大学に入学した。バスクスの名が、ラトビア国外に知られるようになるのは、1990年代になってからであり、ギドン・クレーメルがバスクスの作品を支持し出したことによる。作曲家として1996年に、ウィーンのヘルダー賞を、1997年には、 バイオリン競争曲、陶器光で、ラトビア音楽大賞を受賞した。バスクスのスタイルは、初期は、ビトルト、ルトスワフスキ、クシシュトフ、ペンデレツキ、ジョージ・クラムらの偶然性の実験に追うところが多かったが、その後の作品は、例えば、優しく、牧歌的なコーラングレ競争曲のような、ラトビア民謡の要素も含むようになっていった。一般的には、 バスクスの作品の特徴は、がっしりした力強い火星のセンスを伴い、とても明快で上舌だと言われている。序情的なパッセージは、その後に不協和音が続くこともあれば、リズムはマーチ風の重苦しいセクションによって邪魔されることもある。ミニマルミュージックの技法も使うが、決して特定の技法の奴隷になることはない。またバスクスは、 環境問題への関心が強く、弦楽史重奏曲第2番をはじめとした彼の多くの作品からは、手つかずの自然、破壊された自然の両方を感じ取ることができる。バスクスの他の重要な作品には、カンタービレ、ムジカドロローサ、ビアトーレ、公共曲第2番、死んだ友人のための音楽などがある。弦楽史重奏曲はこれまでに5曲書いていており、 そのうち、第4番と第5番、2006年は、クロノスクアルテットのために作曲されている。ありがとうございます。